昨日から体重いっぱい出たね。そう、じゃあね、朝食ね、まあ今日でね、2番目の家、ちょっと1番目の家に帰るってことで、朝食食べたらね、いろいろ準備して車で向かうっていうね。はい、はい、で、これね、あのスモークのチキンで、ちょっと勝手に動かさないでください。もうちゃんとやってるのに、何に動かしてるの、本当にとんでもないね、もう。で、こちらがね、なんかあのスモークサーモンで作ったおにぎり、あと梅干しとか、あとシーチキン、まあ、好きなのを食べてもらってね。いただきます。あ、これスモークチキンのね、うん、味がいいね、これも。うん、肉がスモークの卵、うん、卵美味しい、うん。ママはどうでした？2番目のこの家の生活は。いいですね、うん、はい、だってもっと痛い、もっと痛いって言ったもんね。残念ながらね、これ食べて準備したらね、帰らないといけないっていう、うんうん、なんか私のお母さんがニタニタ笑いながらこっち見てるっていう。何がおかしいの？何がおかしいんですか？甘い、甘いよ、だって、うん、畑で無農薬でね、作った玉ねぎだからね、私の父さんが、うん、取れたてだしな、うん、うん、そこに、ほら、いっぱい、いっぱいあります、うん、あ、家での生活が終わり、これから1番目の家にね、戻りますということで、まいちゃんもね、寝てますし、それ、うさぎのインコもちゃんと、カゴに入ってますね。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。はい、もうすぐでね、1番目の家に着くんじゃないかなっていう感じなんですけど、すっかりママもですね、まいちゃんも眠ってます。1番目の家に到着してね、我々お腹空いたんで食べますよね。はい、写真じゃないですよ。じゃあ食べましょう。いやね、なんか今日ね、混んでたみたいで1時間ちょいぐらいで着きましたけどね、まいちゃんはすやすやと食べてくださいよ。なんでじっとしてるんですか？はい、お母さん、先に。なんすか、この不自然な不自然な感じは。はい、なになに言う、ただもん。どうぞ、ママも食べてください。味ね、まあ、お母さんは何味？醤油味。醤油味で、私は味噌味ですね。美味しそう。美味しそうね、これ。なお、うわー、これだ。うん、これは久しぶり、うまいね、ラーメンもね、うん。はい、今ね、ママとまいちゃんと私は散歩してますね。はい、はい、まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん。いいね、カラスだ。カラスがあれだ、あそこに止まってんね、カラス。はい、ランドマークタワーですね。なんだろう、これ。魚はない。魚いないですね。ないですね。ま
まあでもなんかちょっと涼しい気分になるからね。そうですね。このビルは、うん、このビルなんだろうね。あんまり私詳しくない。涼しいね。まっちゃんも気持ちよくて寝てるじゃん。来てよ、まっちゃん。すごい。このね、水の音がね、いいね。はい、ちょっとね、ママが この石のね、道歩きたいっていうから、気をつけて歩いてください。はい、じゃあ座りましょう。どこ座りますか？こっち？後ろ水ですよ。あ、後ろ水だ。水。あ、ここだ。一応ね、あの、水の中に入らないでくださいって書いてあるので、はい、一応見るだけっていうことでね。はい、はい、あの、私の分も開けてもらえませんかね。真ん中にドデンって座ってもらって、はい、どうもありがとうございました。じゃあ無事にね、座れましたね。気持ちいいから寝ちゃった。寝たね、まーちゃんね。うん、夜中やばいですよ。どうしよう、まーちゃん。はい、ママのね、大好きなスターバックスがあったんで、今回エクスプレットアフォガードフラペチーノ買いました。こちらですね。はい、飲みましょうか。飲みましょう。どうぞ。ママが飲みたかったでしょ、これ。そうですね、これだね。新しい種類から飲みます。じゃあどうぞ。はママ抹茶好きですけど、はい、新しい種類だから、はい、どうぞ。はい、コーヒー。コーヒーだ。エスプレッソでしょ。そう。じゃあ今日寝れなくなっちゃうかもね。そうか。うん、はい。でも美味しいですよ。はい。わあ、美味しいね。美味しいでしょ。うん。すごくコクがある。うん。シャキッとするね。はい。はい。わあ、綺麗ね。すごい。みなとみらいですよ。みなとみらい。はい、やってみて。なんか、魚が生まれる。まあ、帰りましょう。ちょっとわかんないんで。かわいいや。おお。どう？大きい魚。すごいね。はい、マークイズ行ってきましたけどね、ユニクロでね、はい、こちらのまいちゃんのベビー服が売ってたんで、はい、ついつい買っちゃいましたね。はい。すっかりまいちゃんおねむモードですから、はい、ちょっとね、もう日も暮れて風もね、冷たくなってきたんで、はい、帰りましょう。帰りましょう。お疲れ様です。わーい。やって、夜中ないと朝待ってから目指すんです。おいしい。さっきね、ママとね、まーちゃんと私で3人でユニクロにね、行ってきて、まーちゃんですよ。2つだけね、買ってきて。なんかこんな感じか。これね、ほら、長ズボンほら、うん、なかったからね、うん、1枚しか、日本には。だからこれ持ってくる。
はい、ではミルク飲んだまいちゃんやってきましたね。はい、どうぞママこっちに、どうぞ。だいぶ顔はっきりしてきてね、喜怒哀楽もねすごくなってきて、ちゃんとねおしっことかうんちとかしたらもうバーって教えてくれるようになったしね。ただね昼間とか夕方寝ちゃうと夜目覚えてね。そうですね。今日は何時寝るかな、毎日寝るかね。なんで寝るの？なんかね。